えきちゃんです。トラちゃんです。えんちゃんです。ラッシャンです。4人合わせてえきちゃん、トラちゃん、えんちゃん、ラッシャン。はい、ということで、ちょっと先ほどね、はい、ヘキちゃんトラちゃんさんの方で大食いの企画を撮影してきておりまして、はい、まあ、打ち上げということで、はい、飲み会の動画となっております。はい、お願いします。まあ、お二人知ってる方も多いとは思うんですけど、こちら誰って今、みんな誰っていうところで、はい、まあ、えんちゃん。そうですね、えんちゃん、まあ、炎上って言うじゃないの、もう本当にプチのプチのプチのおみくんというお二人の、まあ、カメラとか、はい、まあ、編集とかを携わってるスタッフの方で、はい、ちょっと今日は一緒に飲み会に来ております。はい、よろしくお願いします。ちょっと身のない話をしてダラダラと流すだけなんで、つまんなかったらすぐ動画切ってください。はい、そうですね。じゃあとりあえずもう酒飲みましょうか。そうですね、もう飲みたいです。はい、いやもうだいぶちょっともう疲れた。そうですね、なんでカメラ回してるんだろう、僕思ってますけど。確かに止めたいですよ。ちょっともう止めたい。早くないですか。早いっすよ。だってしたい話できないですもん、待ったら。まあね、できる範囲の話とね、できない範囲って、例えばね、収益の話とかもう無理じゃないですか。いや大丈夫です。入れれば全部。あ、もう入れてくれるんですか。あと個人判断でカットします。でも前回の飲み会で思ったんですよ、はい、多分使えない今日って。あー、確かにね。まあ途中まで頑張りますよ。途中まで頑張りましょうか。はい、本当カメラ回しながらの酒ってクソつまんねえんですよ。意外となんか俺らお得みたいな、ヘキョなんて特にそうですけど、うん、酒飲めて動画も撮れてラッキー。あー、なるほど、ポジティブでね。でもまあ前回とかも飲んでる時はどっちかってその動画の真面目な話を結構したじゃないですか。あー、確かに確かに確かに。だから僕その今回の飲み会にあたって、その皆さんがどうその動画を作ってるのかとか、はい、お二人なんか特にもう大先輩なんで、僕からしたら。いや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 、本当に。だからまあ今までのその YouTube の活動内容とか、まあ、いろんな話聞けたらなと思ってるんですけど、僕も別に後からなんですけど、はい、YouTube だけじゃなくて、そのキーの事務所自体も後輩なんで。ああ、そっか。だからもうお二人なんかもずっとそのコラボとか、まあ、コラボじゃなくてももう、はい、ね、そのキーの方も出てたりとか、はい、まあ、いろんな方と一緒に出てると思うんですけど、僕ほぼないんですよ。事務所入ってたのが、今年の1月とかで、はいはいはい、で夏にはなんかまた去年なんか戦場パーティーだったじゃないですか。ああ、ありましたね、ありましたね。だから皆さんにちょっとご挨拶できる機会もあるかなと思ったんですけど、はい、さっき来てたので話一回飲みたい。飲みたい。一回一回飲みたい。お疲れ様でした。いただきます。めっちゃうまいのこれ。今日もおみくんは日本酒。日本酒行きたいですね。いやもう前回早かったから日本酒行くの。早かったですね。びっくりしましたよね。びっくりしましたよ。2杯目から行ってましたね。日本酒って言った後にヘキオがいいの飲んでみたいな。日本酒飲みたいけどちょっと抑えてなんか先言ってよみたいな。ヘキオは多分日本酒で結構悪酔いしてるんで、なんか多分本当にそのヘキオの中では一緒ぐらいなんか悪いものだという認識ある。一応気をつけて。そう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 。気をつけて。すごい違法なんじゃないかっていう概念。それを2杯目から言ったんで、おこいつやばいだろっていう感じ。普段から飲んでドブロックかなんか。そんなことないですけど。ちょっとなんかね、日本酒でいいイメージが多分あんまないんですよね。日本酒で失敗することが多い。前回も酒の話しましたけど、お二人からはその酒でこう面白かった話を聞いてたんですけど、ヘキ、うん、さん、はい、酒の失敗談しかなかった。失敗談のみみたいな。懺悔で。懺悔会です。まあ全然僕の動画なんで、そのあたり今日も出してもらって。ああ、確かに確かに。失敗談ね。失敗談ですか。でも切れないもんね。酒の失敗。酒の失敗ですか。確かに。で、カタパンが始まったらスタートってことですよね。ああ、そうですね。そうですね。カタパンはありますね。なんかあれですね、一回、その、僕がね、シェアハウス昔住んですよ。仲間より別のシェアハウス住んでて、その時に、もうほぼ2回目ぐらいにあったぐらいの真琴とか、東海オンエアもいたとか、そういう人たちが集まったんです、そのシェアハウス。で、そのシェアハウスはもう別に YouTuber のシェアハウスじゃなくて、普通の人がいっぱい住んでるシェアハウスにたまたま集まって。もう今だとすごいメンバーじゃないですか、東海オンエアとか魔法とかで、みんな飲むみたいな。はいはい。でも飲んでたんですけど、やっぱヘギョもやっぱ緊張してなのか、やっぱ結構飲んじゃって。なるほど。で、まあそれこそ3、4年、まあ5年ぐらい前か。
なんでもやっぱり今もうバチバチ尖ってるし、はいはいはい、ちょっとなぜか知んないですけど、まあ、ちょっとなんかこう上がってるなっていう感じは横から見て、なんか上がってるなっていうのあったんですよ。で嫌な予感もしてたんですよ。はいはい、でそれでちょっとなんか口調が荒くなってきたんですよ。あ怖いなと思って。でも、肥料の場合、その他の人に迷惑かけるとか、そういう心配はあんまないですよ。うん、なぜなら、酔ってても人見知りなんですよ、結構。そう、私のうちはそうです。そうそうそう、はい、酔ってもあんま他の人に絡むことはないですよ。はいはい、ただこう、酔ってこうやった時に、知り合いがいた時にそいつに来るみたいな。で、俺しかいないんですよ、その時。やばいと思って。そしたらなんか、その最悪のことに誠とか、誰かが言ったんですけど、煽ったんですよ。なんかちょっと言い合いになった時、哲也とかが、二人喧嘩しろよ、みたいな。マジやべえやべえやべえマジやばいってさ、今の平均はそんな振りやばいって、うん、やりますかみたいな、ほんとにそんな感じなんですよ。なんかただの喧嘩になる、ただの喧嘩になると思って、でやめようやめようと思ったら、こっちなんかね、ブワーって行ってきたんですよ。あれもう殴ったような一体かもしれない。殴って、で、うわやべえってきて、その後止まんないんですよ。でもうみんなも酔ってるから、やれやれみたいな感じで言って、俺マジでやばいと思って、マジでもうボコボコにされると思って、リアルに外に出て近くの交番まで駆け込みましたよ。そ交番まで追いかけてくるんですよ。飲み会そう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 、違うんですけどね。でもそのそう、でも本当に交番まで追いかけてきましたからね。行きましたね、うん、逃げて、うん、逃げてきて、でなんかそれもちょっと誇らしいんですよね。交番まで追い込んだぜみたいな。それぐらい立ち悪かったんで、あまあもっとおとなしくなりましたけど、普段おとなしいんで、抑えてる分逆にいっちゃうとこある。やりたくなっちゃう、ね、怖い。ってことはでもそっちが本性だから抑えてるってことだよ。相馬さんは酔っ払っても変わる人なんですよ。僕怖い、ね、いや相馬さんは逆なんですよ。めちゃめちゃハッピーなんですよ。ハッピーなの。ハッピーなんですよ。もう普段多分人に対してこう好きとかそういうのが言えなくて、うん、めちゃめちゃ褒めるんですよ。そうです、ね、だから本当に僕いいやつなんですよ。ただのいいやつ。でもそれが恥ずかしくて言えないから、ずっと言いたいんだけど言えないことを。おじさんのツンデレなんですよ。だってもう我慢することも発散することもただのいいやつ。ラスカルさんって酔った時どうなるんですか、逆 に。 あ、確かに。僕はクソめんどくさいですね。そのラーメン屋さんの店主さんとかとこう、はいはいはい、飲む機会が多いんですけど、はいはい、で、まあ、僕も結構ラーメン作るのも好き で、うん、でそうするとなんかもう永遠にそのお店やってる人と同じ熱量ぐらいで、うん、5時間でも6時間でもそのラーメンの話をずっと店主としてるとか、その好きなものが合っちゃった人と一緒に飲むと、うん、もう周りの人がついてくれないぐらい、もういいじゃんってなるぐらい、もう、ちょっと待ってって言いながら、今いいとこって、今いいとこ、今熱い話してんのみたいな。あそこまでタイプですね。そこの空間だけ。なるほど ね、 ほどね、ちょっと似てるね。そう、フィギュアも結構話しちゃうタイプなんですよ、はいはい、でも、フィギュアの場合はもう多分最悪壁でもいいんですよ、話す相手が。そうそうそう、ずっと引っこもってたんで、壁と喋るのが壁と、そんなに抵抗ないんですよ。そうです、なんかスターウォーズの話とは結構止まんなくなったりするんですけど、壁と、こういう場でこうスターウォーズの話するんですけど、結局みんな聞かないから多分壁しか聞いてないっていう状況はあります。あんきも2個で、はい、はい、お願いします。あんきもは、はい、あんきもいりますって言ったときに断られたことなくないですか。ないっすね。あれもあんきもって無敵ワードですね。いや確かにな、ね、だって痛風でしたら断れないですね。間違いないです。あんきもって言われたら、ね、あーって言いながら間違いないです。でこの前も撮影の時にヘイキョンさんが、あ、やばい痛いとか急に言い始めて、肺が痛いとか言い始めるんですよ。ちょっと待ってもらっていいですかとか言って、いや絶対やばいですよ。そこまで言ったら見てもらった方がいいですよ、本当に。なんか痛くなってます。でもそれ分かるんですよ、僕も。あの最近深、まあ、深呼吸はできない。あ、深く息をするとなんかピリピリってする時とか、まあ結構ありますよね。あります。昨日ぐらいにちょっと血出てちょっと怖いじゃないですか。ケツから、ケツからです。はいはい、でケツから出ても結構怖いかもなと思ってたんですよ。で、さっきちょっとトイレ行ったんですよ。そしたら今度口からも血出てきて、え、ちょっと怖い、両方から出てくるのちょっと怖いなっていう。とりあえず
みんなで健康診断行きますよ。健康ってちょっとなんかでも重いですけどね、なんかそのヘキさんの肺の話のいい重すぎるんですよね、ちょっとみんなまあまあ重症なんですよ。重症すぎて肺が痛い、深呼吸ができない、血を吐いてやばいんですよ、みんな重い、重いんですよ。リスナーさん心配するだけのことない。お二人も編集を携わってる感じな。一応やってますよ。じゃあ本当に撮影編集からスタッフ一丸となってもうみんなでやってる。そうそうそうですね。じゃあ全員が時間ない感じですよね。僕は結構落ちてるんで。ああ、まあその時期によって。そうだからその全然やってないですよ。できない時もありますね。うん、はい。僕が起動しに行くみたいな。あ、そうですね。なんかおみがわざわざヘキオンチまで行って、ブンって。そうそう。鍵持ってるんでそこではいどうぞっていう。で飲みに行ったりとか、ご飯食いに行ったりとか。わあすごい。ありがとうございます。おー、でっかい来た。ありがとうございます。最初、ほんとこういう飲み会の時にカメラ回すの嫌で僕、話したいことを話せないから、嫌だなと思ったんですけど、回しても話してるから、今いいかなと思って。結果話してますね。結果変わんないですね。カメラ忘れちゃう。でもなんかね、せっかく飲んでるんだから、なんかお酒の席でしか聞けない話を聞いて流したい。そうですね、編集中に二度楽しめますから、二度楽しめますから、こんなん言ってたなみたいな。で、その選択肢は僕しか持ってないですから。確認とかできないです。できないです。でもちょっと聞きたいのは、なんだろう、僕ってその YouTube 活動って一人なんですよ、はい、基本的にはもうお店交渉、撮影、編集から何からでも一人やってて、まあまあちょっと限界だなと思った時に、その案件とかも含めて、はい、まあ時間がちょっと足んなかったので、事務所に任せたいなと思って、信用できるキーさんのところにお話をいろいろ聞いてお願いしたいなと思って入ったんですけど、基本的にその皆さんはその分担というか、みんなで仕事をしてるわけじゃないですか。そのあたり揉めたりとか、なんかこうフラストレーション止まったりとか、あいつの仕事を任せたいけど、ここがちょっともう少しできないな、喧嘩したことってあります？全然ありますよ。全然ありますね。基本的に俺がやってない。まあだからヘキオンの場合、タチ悪いのがやってないだったら怒れるじゃないですか。やれないだからよりタチ悪いと思う。怒れもしないし、ね、そう何とも言えない。でもそれでもちゃんと言った方がいいなとか、例えばそれこそさっきの話じゃないですけど、昨日とかは僕結構だから血出ちゃったんで、このままだとやばいなって、ちょっと無理だと、みんなに共有してちょっと無理そうだからこれとかこれお願いできるとかいうようにしようとは思いましたね。なんかちょっとその無理な時はちゃんと言ってお願いしようとか、できる時はこうやりますけど、もちろん仕事の分担で揉めるっていうよりかは、その何ですか、その方向性の違いで揉めたりとかっていうのはあるんですか。なんかスタッフさん、もちろん演者スタッフとしての見せ方やり方ってあるじゃないですか。で、まあ、編集カットも含めて、特にやってる側とオミ君なんかはカメラ回すじゃないですか。でこういうカットインしようと思ってこうやって2人にカメラ回すじゃないですか。でも2人に任せてみたりとか、編集した後にここ直しておるって言われた時に、いやそのこだわった俺が出したい部分なんだよとか。でも俺めっちゃ思うんですけど、動物共同生活の時とか、相馬さんがワンツーマンだったりもするんで、でも僕が付きっきりで長回しでカメラ回してるじゃないですか、俺ここのカットめっちゃいいなって思って撮ってるところはちゃんと使ってくれてました。合うのかもしれないですね、感性が合ってるかもしれないですね。確かに、まあそれで言うんだったら、なんかその例えばなんかリアリティとかはみんな好きなんですよね、はいはい、ガチ感というか、はい、なんかそういうのをすごい大切にしようみたいなのを多分結構共通意識であるかもしれないですけど、そこで今の流行り的とか的に価値観するとやっぱ全体的に効率は悪くなっちゃう。データ量も多くなるし、そのちょっとしたこう気の緩んだ時が一番面白い瞬間とかリアルだと来たりするじゃないですか、そのハプニングみたいな。5分の映像が欲しいために1時間半回さなきゃいけないとか、そうそれがでも一番正直面白いんだろうなって思うところは結構あるんです僕は、はいはい、なんか多分変化もちょっとあると思うんですよ。そのね、撮り続けた中に奇跡が一番面白いじゃん結局、それが一番いいっていうのはいいんですけど、やっぱ今の時代というよりか、まあ、YouTube にまず合ってないですよ、そのフォーマットが。エコーですよね。そう良くも悪くも中堅どころで流行ってる方々はそのフォーマットになってるんだけど、その一番上の方たちはそこのフォーマットじゃないと思ってるんですけど、いらないところが面白い。あー、わかる。ポンって神が降り立ったシーン以外にも
普通僕らがやったらいらないよねっていう映像が面白かったりするじゃないですか。全部がネタになってる人たちがやっぱなんかまあ才能であったりとか、まあもちろん運もあるけど、でもただそれを受けるために頑張るっていうやり方じゃないですかね。結局この人たちは無駄なところを省いて会話でこうやって話してて、次の部分ってここを切る編集をずっとしてる人はここを切る編集でしか受けなくなっちゃうから、あ、まあそうですね、逆にそこで受けるようにいる部分だけわざと切らないとかにして、その人たちだからこの映像は面白いよねっていう答えに導くようにわざと編集してる人たちもいるから、いますね。でも本当にそれめっちゃわかります、うん、結局イメージじゃないですか、この人たちはこういう編集とか、そのイメージ付けのためにわざとやってる人たちもいるから、結局めっちゃいいですね。それは結局なんか行き着いた人たちは技術で努力なので、そのキャラじゃないと思うんですよ。そのキャラを作ってるだけであって、そのイメージとかっていうのは技術だと思うんです僕は。なるほどね。それって結構むずいっすもんね。むずいっす。だから一応その明日、明後日、しあさってできる話じゃなくて、やっぱり1年とか長いスパンを通して、はい、あ、この人たちはこうなんだなって思わせる仕事を受けなくてもしなきゃいけない、浸透させるために、だからそこをやった人たちはやっぱすごいなって思いますし、いや確かに。例えばなんか上でもそれやってない人とかいるじゃないですか。今例えばはじめ社長はやってないタイプだと思う。ナチュラルな、だもうどちらかというと結構まあなんていうんだろう、そのそういう余裕の余暇の部分、余分な部分っていうのを削ぎ落として珍しいタイプだと思うんですよ、はいはいはい、やっぱ上なのに、はいはい、例えばヒカキンさんとかはその部分が多いとか、はい、水溜りも多いじゃないですか。その人によって違うんですけど、やっぱはじめ社長はあのレベルになってもそういうところ入れないのはなんか職人気質を感じるというか、僕は好きなんですよね。だから本当にうまいなと思うんですけど、まあ、僕もお会いしたことなくて、はいはい、全然お仕事もしたことないんですけど、はじめ社長の畑セカンド、はいはい、あれはやっぱり20分30分ぐらい、まあ 長い尺を使って、いやらしい話ですよ、はい、でもお仕事として楽しませてるために収益を得る、はい、ここで得て、はい、で、本ちゃんはもうぶっちゃけもう好きなことをしたいからやってるから、その今こういう時代で10分以上の動画とか中の広告を挟めるものにしてますけど、みんなそこをしないで、したいことができるためにサブちゃんで、そのスタッフさんとかも困らないようにお金をちゃんとお給料が払えるように、あそこでうまくやってるからメインで好きなことをずっとやり続けてるわけで、やり方がうまいし、結局やっぱりそこは腕だし、ね、武器だから。びっくりしませんでした、そっちもできるのって思いましたよね。えこれ長回してこんな面白いのそう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 、これできる人なんだっていう、やっぱすげえんだな、トップの人できるけどやんないんだなって。その個人をその武器にしてる人ってすごいな、僕その世の中で今売れてる人の中で個人的に、まあ、好きなのもあるんですけど、うん、その個人が武器になってるトップオブトップが僕ガクトさんだと思ってるんですよ。 あの人出たら絶対番組飛ばさないし、録画しちゃうし、今 YouTube もやってますけど見ちゃうし、人としてのポテンシャルを高すぎる人ってやっぱ見ちゃうんですよね。正直そのコンテンツ自体がつまんなかったとしても見たいって思う魅力がある人ってやっぱりいらっしゃる。また最近とかもフォローしちゃいますもんね。しますします。ガクトさんとか、うん、かローランドさんとか見ちゃうもん。見ちゃいますよね。ローランドの朝食とか見ちゃいますもんね。カルボナーラ作るのみたいな朝から。正直その僕なんかはもちろんその食べてる姿とかは人よりはなんかどうにかする術を持ってると思うんですよ。量も食べれるし、ただ。そこを抜いたときに、ただのおっさんなんですよ。それはめっちゃ分かる。だから、僕らもそこ悩んでるんですよ。うん、だから、この動画がじゃあいくつ伸びるのって話なんですよ。はい、ね、そんな関係ないですよ。そんな関係ない。これが答えじゃないですか、まさに。これが個人の答えですよ。そのおっさんかけるおっさんの個人の答えが出てると思うんですよ、多分。しかも、大食いもしてないし、僕、大食いのチャンネルなのに、一個も写真とか撮ってないです。インサートも何も撮ってないし、これインサートもっと撮んのかなと思ったんですよ。このシーンとか、だからもう撮影場に言ったじゃないですか、もう今日は無理だよってこのネクストステージ見た時に、はいはい、コメント欄とかちょっと見るんですよ。その時にすごい的確なことが書いてあって、で、そもそも個性はある、うん、でも魅力がないって書いてあって、ね、
でも簡単に言うと、ヒカルはヒカルの過去を知りたいと思うけど、他の3人の過去を知りたいと思わないんだね。それがすごいなんか僕の中で響いて、その魅力っていうところ、例えばヒカルってやっぱ人気じゃないですか。400万人登録者数いて、でも話に結構思ってたっていうと、やっぱお金使うとか喋れるっていうのあると思うんですけど、もちろんでも芸人さんだってもっと喋れる人だっているわけじゃないですか。でかっこいい人だってもっといるわけじゃないですか。お金使う人だって前田社長とかもっといるわけじゃないですか。でも彼が人気っていうのはやっぱその魅力があるとは思うんですよ。その魅力ってむずくないですか。人間性というか人間的な魅力。僕はその同性なので、光さんの特に、そのなんていうんですかね、みんな女性の方がわーってなるようなそのアイドル性とかっていう魅力は僕わからない、正直。ただでも40分とか50分とか長回しの動画を見ちゃうんですよ、やっぱ。かもう企画なんかそうつまんなくてもいいと思う。もうあの人の話を聞いて、自分の話、人をいじる話、人が話した話を聞く話、もう全部面白くて、あれ何なんですか、ね、あれ何なんですかね。いや俺そうなんですよ、あれ何なのかなって思うの。年とかだけじゃなくて、やっぱりどれだけ自分磨くかとか、その多分近だったしんすけさんが好きだから、その方向にやっぱ研いでってると思うし、やっぱ自分が好きな方向にどれだけ研いでいくかによってやっぱ魅力出るんだなっていうの、今ちょっとラスカルさんと話しててちょっと見えて。同い年ですよ。そうでしょ。だから別に今からでも遅くなくて、なんか自分の赴く方向に研ぐっていうのはすごい大事かもしれないなって思って、まあ、そこの上でどこ行くかっていうのは分かんないですけど、例えば引き続けるのってきついのって多分ヘキョ知ってると思う。多分ヘキョは昔なんかバカ侍やってた時とかって、僕の見た感じではやっぱその野生爆弾のクッキーとかがすごい好きだったと思うんですよ、昔。だからそれに結構寄りつつも自分を出しつつもみたいな、ある程度モデルがあったと思うんですよ。で結構キャラ立ってたと思うんですけど、やっぱりそれ続けるのってすごいきついじゃん、それ続けるのって。壊れちゃうと思うんですよ。しかも大元はいい人じゃないですか。そう余計にその二面性というか、ヒカルってプライベートでもずっとあれなんですよ。でそれが俺はもう生まれた時からヒカル知ってるわけじゃないんで、その出てきてからヒカル見てるわけじゃないんで分かんないですけど、ずっとあれなんで、多分もうずっと自分を洗脳してるんですよ。苦じゃないようにもうしてるんですよ、それができない限りやっぱキャラって念つかないじゃないですか、だからそこまでこう自分を解き続けられるかっていうのが結構テーマになるのかなっていう。俺も結構普段真面目なんですよ、正直。いや僕もあれですね、あの普段こう食べない、実は食べないっていうそのビジネス道具やめた方がいいですね。ビジネスとかでもないね。食べれてはいる。ビジネスでもあの食べれてるっていいんですよ。普通ビジネスでも食べれないんですよ。普段こんぐらいしかつまわないんで。今普通の成人ですよ、食べてないですもんね。枝豆と銀杏と刺身3切れぐらい食ってます。全然もう食べれるのがおかしい。そうだ。まあ、人生としてこう YouTuber さんってやっぱなんですかね、いい意味でドロップアウトしてしかいないんで、その人生勉強はすごいできるんですよ。どのジャンルでもお会いしてお話をすると、僕の感性ではないところのなんかすごいところにいたりとか、だからでも本当にそういう話は聞け、今日は本当にそういう話を聞きたいなと思って、こういう会をしてたので、なんかちょっと学びをもらいましたね。さっき言ったんですけど、ラスカルさんが金の話とコラボしたことない、はい、っていうのが結構びっくりですね。僕はどっちかっていうと、なんていうか、そのコラボするにあたって、この双方のメリットがないと意味がないと思ってるんですよ。だから、そうないと思ってるし、しかも同じことをしても視聴者さんに申し訳ないと思うから、なんか向こうで大食いやってこっち大食いやっても意味ない。基本的には、まあ、前編後編に分けても意味ないし、別企画であっても意味がないと僕は思ってるんですよ。で、断ったんですよ、ずっと。僕はその大食いからコンテンツがないから断ってたんですけど、最近その酒を飲む動画とかいろいろ始めて、やっとそのお願いできるかなって思ってて、最近はコラボとかをやり始めたんですけど、他の方とかはいろんな方とコラボして、じゃあ後編は向こうでとか前編はこっちとかやってますけど、すげえ失礼じゃないですか、見に来てくれた人に。それって
そのお願いする方も面白いと思うんですよ。あの向こうは大食いやってないから大食いやったら僕らのところに入る、それは分かる、はい、でも大食いやってる人たちからしたらこっちの導入がないわけじゃないですか。いつもと同じことしかしてないから、それでコラボって失礼だと思うし、逆にその先方さんのようにまあコメディの人だったらコメディのネタを全編公演にしたら逆に僕らが失礼だし、だから相手の土俵をこっちでやってっていうやつじゃないと失礼だと思う。からだからコラボしましょうって言われたら大食いはもう先方さんもうコラボ相手に任せるんですよ。なるほどね。僕の方ではなくていいですって話をしてて基本的には。で逆に僕が普段やらないような、相手の知れることをこっちのチャンネルでやらせてもらえませんかということで今回もあの飲み会の話をさせてもらってるので、だからねコラボって仕事でお願いしてるんだからなんかそのノリでとかそういうのは良くないと思う。絶対嫌だしやりたくないしやってもらいたくない、失礼だから。だからもう何件もいろんな人も断ってる。だから別日とかあと大食いじゃなくてその早食いにじゃあ僕の方はさせてもらいますとか、もう少しこう企画が分けられればじゃあお願いしますって言ってますけど、なんかもう純粋に大食いと大食いでやってるみたいなのは意味がない。すごい説得力がある。いや、わかります。めっちゃわかります。二人とも、もうやっぱ新入社員の顔してる。そうですね。背筋ピンって伸びて。確かに。俺もうこのうちメモし始めるんじゃないかな。そうなってくると、やっぱじゃあ次キーでコラボしたい人とかって誰？次は、だからでも、なんていうんですかね。僕以外のジャンルでやってる人は、基本的に全員にやりたいです。やっぱり僕の土俵ってない人とやりたいです。ああ、はいはいはい。が違う人と、大食いとか食じゃない人と一緒にやりたいなとは思います。はいはいはい。でもなんか本当にその、で、武器が違ければいくらでもやれる企画っていうのは面白いのっていっぱい寝れるんで、確かに。なんか僕なんかもともと動画で話せなかったんですよ、基本的には。食べてる間も話さないし、この見た目なんで、やっぱ会う人会う人、怖い人かと思ったって言われてたんですよ、ずっと。最近の動画では話すようになってあのどういう人なのかっていうのもだんだん出てきたので、だからやっとそのコラボしたいですっていうお話も増えてきたりとかしてて、いやずっと怖い人だと思ってましたとかよく言われるし、やっぱり炎上残ってますしね、いまだに。いや残ってますね。やっぱり過去やったことってもう一生消えないので。でも炎上してることって結構あるんですか？僕らはありますね。なんか昔ほらなんか目覚ましテレビとかで取り上げられたこともあるんですけど、そういうのっていうのはやっぱずっと一生多分言われると思いますし、今後もずっと残っていくと思うんですよ、まあ、それはまあしょうがないと思いますしね、まあ、しょうがないっつってやっぱ同じことをやるわけじゃなくて、やっぱそこ反省してで、まあ、二度と同じことはしないけどそういう自分も受け入れつつお前つねかなくちゃなっていう、こういう言葉をね、あの YouTube 上でこういう学びましたね。そういうこと言った方がいいんだろうな。反省するときはこういうコメント言うんだろうなっていうのもあるし、でも本当にそれが反省じゃないですか。やっぱ一生残ってくんだよ、絶対に。過去やったこと絶対消えないんだよ。あれですね、めっちゃ真面目っすね。めっちゃ真面目っすね。一番コンプラ気にしますから、この二人は本当に。めっちゃ考え、俺めっちゃ考えますからね、やっぱ。まあそう、あんまそうですね。だからあんまあれですけど、やっぱ動画の再生回数とか落ちるじゃないですか、今現段階。でもやっぱ僕らもやっぱ再生回数落ちるとやっぱ不安になるじゃないですか。あります。YouTuber です。うわマジかみたいな。こんなことあるみたいな。まあでもやっぱそこで守りに入った人って大体見てたら。落ちるなって落ちますね。そこで攻めないやつって僕大体落ちてるなって。なんかあやばいどうしよう、うん、ちょっとなんかした方がいいかなあとか、とりあえずちょっと今まで伸びた企画やってみようとか、そうそう、あと休止しますとか、はい、1回見なくなっちゃうともう次見ないんですよ。そう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 、やっぱずっとやり続けるしかない。そう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 、だからもう何でもいいからもうこうやってやって、もうずっとやってもやって逆に攻めるみたいなのやるしかないかなっていうのは思いますけどね。でも本当この話、さっきの P 以外全部カットしてテロップもなしで
もうダダ流してもいいぐらい熱い話してたと思う。本当にすげえいい話をしてると思うんですよ。だから今 YouTube 専門学校とかあるじゃないですか、はいはい、そこに通うよりはだいぶいいし、だいぶだいぶ教材になってますから。僕も最初本当に人気がない時っていうか、もうまあ今も人気あるわけじゃないですけど、その視聴回数が全然取れなかったりとかって、まあ僕不動産だったんですよ、はい、手取りがそんな高くないじゃないですか、もちろん会社員なんで、うん、で足んなくてっていうのもカメラも、まあ、機材もそうですし、飲食費って、まあ、僕絶対ほぼ払ってる、お店が絶対受け取りませんみたいなことじゃない限りはいいですよって言われても絶対チャレンジとかでも絶対払うんですよ。でその時にまあ10人前とか20人前ぐらいで来るわけじゃないですか。で、まあ、1人前1000円ぐらいで換算として毎日1万円以上かかる、飲食費だけで。で交通費も多くかかったりとかして車以上なんで高速代とか含めると、その移動室撮影費だけで、まあ、30万ぐらいなくなる。カメラ機材もあってって考えた時に、やっぱ月本当に5、60ぐらいは余裕で、やっぱ当時は全然もっと低かったんですよ。で YouTube の収益合わせてももっと低くなる。だからもうずっと借金して借金して、アコも行ってなんとか、300万ぐらい借金したんです。今は会社終わりましたけど、でもなんかそのなんだろう、ないところから得るので、その初期投資は当たり前であって、なんか今身近であるもので適当に済ませちゃおうっていう人たちはやっぱ僕は無理だと思ってるんですよ。でちょっと再編投資はやめちゃうし、そういう人たちって。僕なんかでも変な話、もう本当に敗戦の陣ですよね。やめようかなって思っても借金があるからやめられないし、どうにかして当てなきゃとかっていう気持ちもあるし、やっぱりうん、だからそのもう引けない状態を作るっていうのは必要なことだと僕は思うんですよ。めっちゃいいと思います、うん、いやいいと思いますっていうか、まあ、僕らもだからそうなんですよ。やっぱ大学中退して、うん、で要は就職もしなくて、はいはい、まあ、社会的にはもうほぼ死んでる状態で、うん、もう YouTube 当てないと何も食べれないよねっていうことなんですよ、もうね、その状態だからもうやるしかないっていう、うん、もうだからもうコラボでももうしがみついてでもしてもらうとか、はいはい、もうしがみついてでも爪痕残すとかが今なんとなくこう言ってて、うん、でやっぱそのこの前その大阪行って思い出したんだけど、やっぱそういう気持ちが今足りてないなって思ったんですよ、うん、あのこのしがみついてでも、やっぱさっき言った通り、やっぱその何かしらリスクしょうがないと、やっぱりつかめないじゃないですか、今厳しい状況から。だからそこがすごい弱くなってるというか、そこの筋肉がすごい鈍ってるなと思ってて、やっぱきつい時こそ動かさないと、攻めないとっていうのは、すごいこの前、西成行ったんですけど、そこですごい僕は思いました。全然ハングリーじゃなかった。はい、ということでね、はい、まあ、いろいろ今日お話をしまして、まあ、深い話から浅い話から、まあ、ピーな話まで、まあちょっといろいろ聞いたんですけど、編集しない限りはちょっと僕もどこまで使うか分からなかったので、はい、お二人には確認なしで動画を上げさせていただきます。それはすごいドキドキしてる。スリリング全然いいっす。まだ今日ね、7時なんですけど、これからねピーの話ばっかりで本気で飲みたいんで、この辺りで動画を終了したいと思います。はい、ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ぜひね、この動画だけではなくて、今回、お昼に、ヘチャントラちゃんさんの方で大食いの企画も撮っておりますので、はい、概要欄記載の URL ページ。言えない。じゃあ、お見てあげて。概要欄の記載の URL まで。そこからね、飛んでください。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。じゃあね。